痛い。おばあちゃんにもらった薬まだあったかな。私は体調がすぐお腹にくる体質。それもこれも全部。なあソラ、モナフリックスまた加入してくれよ。やだよ、私のアカウントにただ乗りする気でしょ。自分で払って。優しくない彼女悲しい。約束は破るし、他の人との予定優先するし、そんな彼氏に優しくなれると思う？ソラってすぐ感情的になるから話し合いにならねえな。エンジがそうやって話をそらして逃げるからでしょ。でで付き合う前のエンジは優しく気遣いもできる人だった。だが付き合った途端、私を都合よく扱うクズに豹変。周りに相談してもエンジがそんなことするはずないじゃん。きっとソラの勘違いだよ。彼氏のことそんな風に言うのやめよ。みんなエンジの裏の顔を知らないので私の評価が下がるだけ。見切りをつけないとと思いつつ、だらだら日々が過ぎていく。エンジのやつまた荷物うちに置きっぱなしにして。私はお母さんじゃないっつの。うちでパソコン充電するなって何度言ったら。誰よわさびちゃんって。それは今ゼミで一緒の子で。そのゼミって二人きりで旅行に行ったり誕生日お祝いしたりするんだ。変わってるね。もういい、エンジといたらおかしくなりそう。別れて。あの、何言い出すんだよいきなり。その人と付き合えば。じゃあね。勘違いしてんじゃねえよ。お前が誰からも相手されないと思って同情で付き合ってやってたんだ、バーカ。最後まで最低な男。3ヶ月経った。おいソラ、返事しろよ。キノコ無視すんな、聞けよ。うん、別れても鬱陶しい男。ブロックしたいけど一応証拠に取っておきたいし。でも今はそんなことより。コージー、お待たせ。全然今来たところだよ。新しい彼氏は誰よりも私に気を使ってくれる。上っ面だけのエンジとは大違い。ただコージはエンジとも知り合いだから、エンジの愚痴はあんま言えないんだけどね。俺ちょっと学生課に寄ってくる。うん、ここで待ってるね。おい、ゲー。別れて3ヶ月で新しい男とはいいご身分だな。もう関係ないでしょ。俺が何度連絡しても無視したくせに。新しい男とは会うのかよ。エンジと違ってコージといると落ち着くの。だいたいあいつもおかしいんじゃねえのか。人の女に手を出しやがって。もうあなたの女じゃないし、コージのこと悪く言わないで。てめえ今俺に指図したのか。お前にそんな権利ないんだぞ。やっぱ別れてよかった、最低野郎だ。お待たせ。あれ、エンジもいたのか。よ、コージ。あ、もしかして二人だけの話だった。何言ってんだ、今ソラの彼氏はコージだろ。気にしなくていいんだよ。なんだこいつ。エンジってほんといいやつだな。またゆっくり会おうよ。ああ、じゃあな。コージに真実を伝えたい。でも友達の悪口を言う女って軽蔑されたら嫌だし。ああ、またお腹が。意地張ってないでさっさと戻ってこい。俺が許してやるって言ってんだからな。はあ、キモ。はあ、私が思い通りにならないのがそんなに嫌なわけ。別れても所有物と思って粘着するとかヤバすぎる。しばらく気をつけないと。数日後。ソラとコージも俺たちとドライブ行こうぜ。みんなで動物牧場行こう。エンジが運転してくれるんだって。いいね、行こうよソラ。私はやめとく。ねえ、いつまで過去のこと引きずってんの。元彼で気まずいかもだけど、ソラにも悪いとこあったんでしょ。ないけど。今までのことソラにお詫びできたらと思ったんだけど、ソラが嫌ならいいんだ。ほら、エンジがかわいそうじゃん。大人になりなよ。また私が悪者パターン。ソラ、行こうよ、きっと楽しいよ。コージとデートできると思えばいいか。なんで私が助手席に。ソラって車酔いしやすいだろ。すぐお腹も壊すし、俺にすぐ相談できると思って。優しい。さすがだな、俺全然気づかなかったよ。何この空気、もうやだ。すでに具合悪い。ガム噛んで紛らわそう。ソラ顔色悪いぞ。ほら、酔い止め持ってきておいたんだ。さすが、優しい。よかったねソラ。あれ、それってエンジ
ジこれ下剤だよね。え、だってこれ昔おばあちゃんにもらってた下剤にそっくり。いやいや、このタイミングで下剤なんか渡すわけないでしょ。そうだよ、それに薬なんてどれも似てるじゃん。いや、この色この匂い間違いなく餅印の強力下剤。飲んだら一日外出できない超速攻性のやつだよ。お腹弱いの知ってて騙して飲ませようとするなんて最低。みんなの前で私に嫌がらせしたかったの？いい加減にしなよ。なんでそうやって物事を何でも悪く捉えるの？みんないいんだよ。空も具合が悪くて気が立ってるだけなんだ。エンジ優しすぎ。空謝りなよ。なあ空、みんなも心配してるからその酔い止め飲んで元気になってくれよ。こいつ絶対分かってやってる。いつもいつもいつもあんたのせいで私がどれだけ。あんたも同じ体質に同じ体質。ねえ、この酔い止めエンジも飲んでくれる？はあ？なんで俺が。酔い止めなら飲んでも平気でしょ。ねえお願い、エンジが飲まないなら私も飲まない。お薬怖い。そう言われても。じゃあやっぱこれ下剤なんだ。違うって。まあ確かに人からもらった薬って怖いよね。酔い止めなら一緒に飲んであげてもいいんじゃない？ダメダメダメ、俺は絶対飲まない。なあその薬、検索したら空が言った商品と似てるんだけど、まさか本当に下剤なのか？空に嫌がらせするために？そんなわけないだろ。なんかエンジらしくないね。いつもなら真っ先に体張って飲んでくれそうなのに。まずい、このままじゃ。どうにでもなれ。降りたら速攻でトイレ行けばいい。ほら飲んだぞ。だから空も安心して飲んでくれよな。わかった。ほらね、下剤なわけないじゃん。大丈夫か空、震えてるぞ。うん平気。牧場到着。うわ牛がたくさん。あっちにも結構お客さんいるね。にぎわってる。エンジどうしたの？運転疲れちゃった？大丈夫、俺ちょっと休憩してくる。そんなこと言わずにみんなで回ろうよ。エンジとお出かけって久しぶりだね。なんでこいつケロッとしてんだ。いや俺は、俺トイレに行きた。なに、トイレ行きたいの？なんで？なんでもないです。あー羊がいる。あっちはカピバラいるんだって。助けて。コージー、空をエンジに取られちゃうかもよ。うん、後で理由は話す。私を信じて。空何する気なんだ？こっちも楽しいね。トイレがどこにもね。わざと道選んでるな。どうしたのエンジ？さっきから震えてるよ。ずっとキョロキョロしてるし。ダメだ、もう限界だ。俺急に課題思い出した。野草を調べたいんだ。ちょっと行ってくるから待っててくれ。絶対こっちに来るなよ。野草の課題なんてあったっけ？さあ、でもすごい勢いで走っていったよ。きっとすっごく勉強したくてたまらないんだよ。数分後。遅いな。野草に夢中になってるのかも。真剣なエンジの横顔見たくない？見たい見たい、行ってみよう。あ、いたいた、エンジ。ギャー、どうしたんだ？うわ、エンジ！トイレはここじゃないぞ！しょうがないだろう。ささいて、何してんのよ！信じらんない！お客様どうされましたか？うわ、後ろから来ないで！いや、変態！動物たちが一斉に鳴き出したぞ！どうしたんだ？そっちからも来るんじゃねえ！うわ、そこで何をしているんだ！なんだ？何かのショーかな。人集まってるよ、行ってみよう。ギャー、エンジンしゃー。やめてくれ、見ないでくれ。こうしてエンジは大衆の前で大恥をさらした。自分が用意した下剤のせいで。帰りの車内。エンジン、また具合悪くなったら行ってくれ。コンビニに泊まるから。ほらね、下剤だったでしょ。最悪。最低。元カノへの復讐もドン引きだし、やり方も最低だし、全部ありえないんだけど。ごまかすために自分も飲んでバカすぎ。
ソラはなんで平気だったんだ？ガム噛んでたからそれにくるんで飲まずに出したの。でもその後震えてたよね。本当に飲んだエンジがアホすぎて笑いこらえてただけ。そっか。それにしてもよく気づいたね。小さい頃からお腹の薬はいろいろ飲んでたから。そうだったんだ。でもお腹弱いイメージ全然なかったけどな。それはね、コーチといる時はいつも安心できてお腹が痛くならないからだよ。そうなんだ私たちが知らないエンジの顔をソラはたくさん知ってたんだね。エンジと付き合ってた時はそりゃもう毎日お腹痛かったよ。そんなソラの弱点を知っていながら下剤を渡そうとするなんて。女の人になんてことすんの。ソラがかわいそうすぎる。あんたなんて人間の毒図よ。見えっ張りのエンジはこの件がトラウマになり大学に来なくなった。武士の情けで他の人には言わないであげるけど、エンジの本性も見抜けなかったし、ソラの体質も知らなかった。俺って頼りにならないな。そんなことないよ。一緒にいて安心できるのはコウジだけだもん。これからもよろしくね。ああ、俺もっと頼られる男になるぞ。